ミドル級ユーヤ VS 元谷スック。この試合はミドル級3分3ラウンド延長1ラウンドで行います。本戦第3試合です。ミドル級3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦、ジャパンキックボクシング協会エースの元谷スック、そしてライズの門番ユーヤの一戦になります。この放送の解説は第2代ライズクイーン、ライズガールズパワーアンバサダー上村えりかさん、ライズライト級王者直樹選手、そして俳優としても活躍されていますゲストとして志田ねねさんです。どうぞお三方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ここから実況は小出明でお送りします。さあ直樹さん、はい、このゆうやが新しくまたライズの舞台に来た選手に立ちはだかるという構図ですが、いかがでしょうか。面白いですね、ゆうや選手ね、評価はもちろんされてるんですけど、はい、それでも過小評価ですよ、もう葉っぱじゃなく強いですよ、はい、みんなが想像している以上に強い選手で、元谷スック選手もね、他団体でもう敵なしぐらい強い選手なんで、はい、僕元谷スック選手ね、実は一緒に練習何回かしてて、今回の試合前も一緒に練習して、まあ、ちょっと思い出はあります、さあ上村さんはどのようにご覧になりますか。そうですね、元谷スック選手ずっとライズに出たいとおっしゃってくれていて、はい、でまずはユーヤ選手、イソンヒョン選手、カイト選手とやりたいとおっしゃっていたので、はい、まず、ね、ここでは負けられないと思いますから、そうですよね、まあ、どう今回ユーヤ選手を対処していくのかというところはちょっと見どころかなと思いますね。志田さん、はい、このミドル級ですから重さがあります。何か一発で終わる可能性もありますから。なるほど、もう一瞬も目を離さないでいただきたいと思います、はい、さて直樹さん、この元谷スックどういったところが特徴になりますか。そうですね、もともとジャパンキックムエタイルールの時は右のミドルキック、はい、あと右のローで、まあ、入ってきたところにパンチ合わせるような選手ですね、で最近ボクシングジムにすごい通ってるみたいで、あ、そうですか。そう、練習してる感じ前よりパンチへの対応もすごく良くなってましたね、はい、そのパンチへの対応ということでいうと上村さん、ユーヤ一発で倒しますからね。いや本当にユーヤ選手の強みっていうのはやっぱりジャブ、前手の攻撃、まあ、それから左ミドルだったり左ローだったりとかっていうところだと思うので、はい、まずはその前手前足をどう対処していくのかというのが重要なポイントになると思います。なるほど、はい、この前足しっかりと自分の距離にします。ユーヤ、あー、そしてミドル、元谷スック の右のキックも結構当たってるんで、はい、悪くないですね。あれどんどん蹴っていった方がいいですよ。元谷スックはこのミドルが非常に強いという選手です。ユーヤ選手もね、前にプレッシャーをかけてるんですけど、はい、ちょっと思ったよりやりづらそうだなっていう感覚はあるですね。結構待たれてるんで結構警戒してますね、ユーヤ選手が。なんか力んでるようにも少し見えますね、いつもよりは。こう、そうですね、ジャブのバリエーションがちょっとないのかなというふうに思いますね。ユーヤ選手ジャブ半歩じゃないよね。左、この巻いての速さ、やっぱりここを攻略できる選手もなかなかいないと思うので、インドームかね、そうですね、と言ってるそばから、ね、いいですね、はい、いや、伊藤隆代表も同じこの誕生日ということでいきなり優也選手を当ててきたと。ちなみにどうでもいいんですが、私も9月22日で同じ誕生日でした。おー、なんと、はい、こんな偶然ってあるんですかね。驚きました、気持ちが入っちゃいますよ、はい、まあ、その中でこのジャパンキックのエース優也に対して、おー、しかしこの左のアイキック、バックスピン、いや、直樹さん、今のユーヤ のスイッチからの左ハイ、速いですね。そうですね、まあ、左ローとか左ミドル見せてるからこそ、ガードが下がって左ハイっていうのは見づらいですよね。なるほど、バリエーション多いですね、ユーヤ選手の左の蹴り。さあ、まずは第1ラウンド終了しました。上村さんはどのようにご覧になりましたか。はい、まあ、そうですね、直樹選手がさっき言ってくれていたようにやっぱり左のバリエーションだったりとか、まあ、強弱のつけ方はさすがだなってユーヤ選手思います。ただ元谷スック選手も、はい、今までの映像を見る感じではかなりムエタイのリズムですごいゆっくりだなという印象があったんですけど、まあ、今回しっかりライズのリズムというかキックボクシングのスピード感に合わせてきていて、かなり私が思った以上に対応してきてるなというふうに感じました。まあ、とにかく去年から目標として掲げたというのがこのライズ出場、
さらに結果を残してジャパンキックにファンを持って帰ってくる、そのきっかけになる舞台にしたいんだ、そう元安福は話します。まあ、田さん、さまざまな思いを持って皆さんこのリングに上がりますからね、はい、その思いをここで体現という第2ラウンド。元安福いいよ、すごい思ったより全然すごいいいですよ元安福。直樹さんも普段から練習をしているということで、あの右ローいいね元安福の。インローをついてくるのは優也、プレッシャーかけてきたね、プレッシャーかけてきてる。そして右ロー元安福、優也選手があまりあのロープを背負うという場面は今まであまり見たことがないので、確かにそうですね、ちょっとやりづらいのかなとも思いますね。基本的にはロープを背負わせるタイプですからね、はい、あーロー相打ちのような形になった。このねロー布石っすよ元安フック。なるほど、あの狙ってるのは左フック、元安フックが狙ってるのはローから意識させて左フック、しっかりとこの辺りで散らしていくというのは元安フック。優也選手はね左の蹴りから、ね、ジャブ狙ってるのは最後右ストレート、はい、ここねお互い分かっているのかどうかっていうのは注目ですね。この距離感、そして細かく細かくフェイントを入れてきます両者。右フック、左のミドル返していきます。ただあれですね、あの表安くが対応してるっていうのはもちろんあるんですけど、優也選手がちょっと元安く選手のムエタイのリズムに合わせちゃってる感じがあるですね逆に。なるほどね、元安く選手がライズのリズムに対応してるっていうのももちろんあるんですけど、優也選手がねちょっと合わせてる感じ、ムエタイのリズムになっちゃってるですね。まあ、確かにいつもよりやっぱりそのジャブの走りっていうのがあまりなく、やっぱ単発気味になってますよね。なるほど、リズムだと元安福選手やりやすいですよ、元安福が徐々にこのリズムをつかみ始めている、そんな第2ラウンド半分を切っています。優也選手がね、思った以上に警戒しすぎちゃってる感じあるですね元安福選手を。そうですか、うん、まあ、それだけ、まあ、一発一発が元安福選手強いということですね、ガード越しに受けて多分ヒットあるなって思って、おお左よく効いたね、ちょっとグラッとしたか優也、この左よく効いたよ、はい、優也一瞬グラッとしたようにも見えました。右フック、ガードもいいね元安フック、元安フックしっかりとその眼差し優也をグッと、あーボディブロー良かったね、冷静ですね、うん、いやでもだいぶね元安フックあのボクシング上手くなってるっすね。そうですか、めっちゃ上手い、いいっすよ技術。そしてガードこの辺りも、おお右優也のパンチが今真ん中を貫いていくかというところでした。試合の時の元安福の左フック狙ってるね、すごくいいですよ。両者ともに何か狙いがあるという直樹さんの解説。さあ10秒切ります。前に出てきたのは優也、このペースですね優也選手は、はい、圧力かけてパンチで固まらせて蹴り、これはね優也選手の得意パターンですよね。これで第2ラウンド終了。まだ少しその元安福の圧力というのも感じてきました。元安福はここまで15勝5敗1分け 9KO という戦績です。さあ直樹さん、この第2ラウンドご覧になっていかがでしょうか。 いいとこありましたね、元安福最初圧力かけて優也選手入ってきたところに左フック合わせた時、あれ結構ね効いてると思いますよ。そうですか、今はもう回復してるかもしれないですけど、はい、あの結構良かったですね。で優也選手の右も当たってたし、これ、ね、これですか、これね、この左フックね結構効いてたっすよ。で優也選手の右も良かったし、あの蹴りもすごく良かったですね。このように伸びてきます。まあ神浦さん、優也、はい、としてはここまで5連勝で、しかも 4KO 連続で 4KO ということですから、やっぱり、まあ、よく言えばすごい、はい、あの狙ってる感じはあのすごく伝わってくるので、る、まあ、KO できるのかなってチャンスはすごいたくさんあると思うんですけど、まあ、あのマイナス面でいうと狙いすぎてるので、ちょっと力が入ってる。そうですね、ちょっとあの、まあ、1ラウンド目みたいにボディに散らしたりとかするともうちょっと狙えるのかなと思いますね。さあこれが最後の3ラウンドになります。カーフです、ユーヤナイスコーだね、ワジアセックのローキック走ってるね、かなり強そうです。太もももがっちりと筋肉で膨れ上がっているというこの元安福。まあでもね、ユーヤ陣営、あの元安福が左フック狙ってるのは気づいてるっすね。はい、この左フック、しかし今のはトライ切れなかったか。セコンド陣も左フック狙ってるって言ってるんで気づいてますね。
そういった声ももちろん元康君には届くでしょうから、その声の中で、あ、でもいいね、タイミングいいね、すごく元康君の左、はい、ボディユウヤ散らしていきます。ユウヤ選手の左ボディすげえ強烈なんで、あれもっと打ちたいね。いや、しかしここまで大きな展開は下さんまだない状況ですね。そうですね、ハイキック出るたびにテンション上がってます。なるほど。これはパンチの強さがあります。元康選手体強いですね、やっぱり下がらないですね。なかなかこうビクともしないというか、すごくいいですね。うわー、ナイス、はい、右からしていった。しかし優也も返すマッチ、ナイス、右もうちょっとジャブの距離で優也選手は戦いなたいなとは思うんですけど、はい、ちょっとこう優也が振り回すような形になってきています。今日復帰系が多いですよね、はい、優也選手硬いですね。右のフックオーバーハンド、しかしなかなか当たりません。そこしっかり当てるのは元康君、ユウヤ選手がすごく調子が悪そうとは思わないんですけど、やっぱり元康選手の良さが目立っちゃいますね、はい、この独特のリズムなんでしょうか。そのあたりがこのユウヤのここまでの技術を狂わしている可能性があります。すごくいいね、元康選手。ユウヤ選手も三日月が結構赤くなっているのでダメージはありそうです。ラスト30秒で、そして三日月、さあここから打ち合いのキルバックハンド、しかしガードはしていたか元康君。優也がここで前に出る。優也選手疲れてるっすね。さあだいぶ疲れが優也にも見えてきました。ただここまで勝負を決するようなそんな一撃はまだない。打ち合ってく、ここで第3ラウンド終了。延長に入ります。延長に入ります。勝手に入っちゃいましたね。第3ラウンド終了です、ごめんなさい。失礼しました。いや、まあでも見たい。小出スック勝手に判定しちゃったじゃないですか。小出スック申し訳ないです。非常にいい打ち合いだったので。さあご覧になって直樹さんいかがですか。延長に入ります。失礼しました。そうそう、わかんないですね。勘違いしないでください。申し訳ありません。全然でも延長は本当にあり得る、はい、あるじゃないですかね。どっちなんだろう。あの延長見たいっていう気持ちで今言っちゃいましたよね。ごめんなさい。あの3分3ラウンド終了、延長1ラウンドがありますと言ったところだったんですが、延長に入りますって言っちゃいました。でもね、3ラウンドのね前半、はい、元康選手のパンチ結構ヒットしてたんで、あれはあのポイントつくかなという感じはあったんですけど、はい、まあ、1、2がどういうポイントのつけ方してるかにもよりますね。ジャッジ永瀬30対29、青元康君。まずは元康君のジャッジ、和田29対28、割れた。赤優也、優也です。ジャッジ小川30対35。小出さん、さすがですね。もう一回、もう一回今、あのセリフをお願いします。延長に入ります。さすが。本当に大変失礼いたしました。本来はやってはいけないんですが、1対1で1人ドローということで判定に入ります。はい、申し訳ありません。判定に入りましたね、これ今。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。もうね、今ちょっと汗がね、落ち着いて、落ち着いて、僕のあのリズムがだいぶさっきので崩れちゃいました、ごめんなさい。これで延長に入ります。いや、ただ直樹さん、あのそのように割れましたね。いや、割れましたね。まあ難しい判定でしたね、正直。やっぱり僕もよく分かんなかったですもん。さあ上村さん、これすごい戦いになりそうです。いや本当ですね、もう3ラウンド、あ、ごめんなさい、3分どちらかが倒れるんじゃないかなってちょっと思っちゃいますけど。なるほど、結構近いですもんね。そうですね、元康選手ね5ラウンドやり慣れてるんで、はい、確かにアドバンテージあるかもしれないね。ユウヤ選手がね、あの右フックばっか狙うないで、しっかりジャブとまっすぐのストレート、ね、打てばもっと当たるっすよ。元康君はジャパンキック5ラウンド制で戦っています。あとボディね、元康君はいいペース、いいペース。
さあこれが延長の1ラウンドエクストララウンドです。元康君はローはせね、そうそう、このローです。それがいい、それいい、ナイスロー、ナイス、今もカットしてます。ミドルはミドルはミドルから、じわりと前に出てくるのです。そうですね、ストレート系のパンチ打っていきたいですね、はい、もうやっぱ今リズムがライズじゃなくてね、ムエタイのリズムになっちゃってるんですよね、はい、これあー右伸びた、しかし切れるか、マウスピース落ちたね、どっちかです。ユウヤ選手ですね、ただユウヤが出てくる、右フック噛せていく、この近い距離、レフリーもここまでタイムかけてマウスピースしろか悩みますね。これここでマウスピース先ほどユウヤのが取れましたので、これ一瞬気持ちね切れちゃうから、この後大事ですよ、はい、ボディーですね、ボディー、こんなに距離近い打ち割ってるのは久しぶりに見ましたね。この距離で打ち合って、そして元康君は倒れません。左ボディーやね、ボディー、さあだいぶ息も上がってきた両者、このエクストララウンド半分を切りました。元康選手はここでローキック蹴りたいですよね。蹴りたいですね、まあ、ここで元康選手がローキック蹴るか、ユーヤ選手がボディに散らすかでかなり変わるとは思います。上だけのパンチに両者なっています。左フック、ただ元康選手のパンチの方が当たってるように見えるっすね今の、はい、あと1分取った方が勝ちなんじゃない。さあライズミドル級6位、そのランカーを倒すか元康選手。結構ユウヤ選手ローキック効いてますかね、ちょっと足止まってきましたよね。そうですね、左ー、左フック、左フック、モテアセックのパンチが入っていく、これはいい、しかしユウヤも倒れない。30切ります。ここで再びユウヤがパンチを振り出していく。両者ともに辛い時間帯、ほら相手フラフラや、いけ、さあユウヤが前に出る、モテガセック右左、モテガセック選手パンチいいですね、いいですね、わあそこでミドルだ、ジムカンドユウヤ、カンドですね、モテガセック選手パンチ、さあパンチをどちらが当て続けられるか、ナイスパンチ、終了です。めちゃくちゃいい試合でした。いや打ち合いました、すごい。3分3ラウンドでは判定1対1、1人ドロー、決着つかず、そしてエクストララウンド、いやー上野さん、はい、素晴らしいということでしたけど、本当最後まで打ち合いました。いや本当にもう延長まで見てもあっという間すぎて、なんかよく言えばもっと見てたいなっていう感じでしたね、はい、でもあのユウヤ選手のジムの会長はすごい疲れてる感じがします。会長もだいぶ疲れ顔。さあ判定です、ジャッジ小川10対9、青元康君、ジャッジ長瀬10対9、青元康君、元康君だ、10対9、青元康君、以上3対2、すごいわこれは、勝者ライズ初参戦でユウヤ選手勝つのはねすごいよ。なんと5連勝中4連続 KO 中のユウヤをこのジャパンキックボクシング協会から来たエース元康君が判定で倒しました。すごいすごい、これはすごいわマジで。普段からね練習をされているという直さん、はい、嬉しいですね、まあ、嬉しいとか言っちゃいけないけど、はい、すごいっすね。いやしかもランカーの実力者、いやもう僕ユウヤ選手めちゃめちゃ評価してる選手なんで、はい、評価してるって上からみたいになっちゃうけどめちゃめちゃ強い選手だと思うんで、それにねライズ初参戦で勝った元康君素晴らしいですね、もう素晴らしいしか言えない。もうライズが誇るこの破壊モンスター、門番としての役割が最近定着してきましたが、そのユウヤを最後エクストララウンドでしっかりと、まあ、ダウンは奪えなかったんですが、上村さん、はい、もう3対0という形でね、そうですね、もうあの元康君選手、あの失礼なんですけど、もうここまであの対応できる、また勝てる、そのユウヤ選手に勝つというのは予想してなかったので、もう素晴らしいライズデビューだなと思いました。石田さんいかがでしたか。いやあのね、結婚してから負けなしのパパっていう 4KO の
優也選手を個人的にはちょっと応援してたんですけれども、さすが元安久選手っていうことで、もうなんかリングを降りる優也選手の姿が何とも言えなくて、なんか同じこう去年の6月に出産した身としては、まあ、勝ちたかった気持ちがすごく伝わってきて、ちょっとじーんとしましたね。まあ、また再起へということになるでしょう、はい、そしてこの元安久21歳ジャパンキックのエースが見事勝利を収めました。